荻窪幹事長の急病と辞任で大きく揺れる永田町。政界のドンと言われた幹事長の後ろ盾をなくした首相が衆議院の解散を表明いたしました。解散総選挙により改めて民意を問うことで新たな内閣、新たな民事党を打ち出していきたい、そう考えております。さらに荻窪幹事長の後任として東京都知事の青木亮氏を任命したことも発表されました。現職知事が与党の幹事長を兼任するのは前例がなく、大胆な人事として波紋を呼ぶことが予想されます。ご容体いかがですか、元幹事長。都知事ともあろう人間が字も読めないのか。面会謝絶だ。病院のルールを守れと。当たり前だ。病院の細かいルールをとやかく言う前に、あなたはどうなんです。偽札作りは国のルールを根底から崩しかねない重罪ですよ。あの偽札が何人の命を救ったと思ってる。100や200では効かんのだぞ。道路や法律を作る政治家は5万といるが、セーフティーネットからこぼれた人間を救える政治家はそうはいない。お前にそれだけの器量があるのか。あなたとは使い道が違いますが、器量は持ち合わせていますよ。だからこうして引き継ぎの挨拶に来たんです。分刻みのスケジュールを塗ってね。都知事が幹事長を兼任するなど聞いたこともない。あなた方老人にとってこの先起こることは全てが前代未聞の出来事になるでしょう。だが1年も経てばそれがこの国の日常となる。それが私が作り出す新たなこの国の政治です。青2歳が。青2歳ね。覚えていますか、10年前、私が初めて政界に進出した区議選のこと。民事党の推薦を希望する私をあんたは罵った。ブリーチジャパンなど現実を知らない子供たちの学園祭だと言ってね。荻窪さんの選挙区は神奈川2区でしたね。次の総選挙ではブリーチジャパンからあそこに立候補者を立てます。もちろん民事党の公認候補として。どんな気分ですか、現実を知らない子供たちに全てを持っていかれるのは。神奈川2区で我々の候補が当選するのは確実でしょう。まずは手始めに偉人町のゴミ掃除から始めなくてはね。あそこは不法投棄の温床ですから。彼らをゴミ呼ばわりするのか。いいえ、ゴミ以下です。なんだと。社会のセーフティーネットからこぼれた者たちと呼ぶべきですか。しかしそもそもそうなったのはグレーゾーンに甘え続けた彼らの責任では。自己責任の果てに行く当てを失った人間などゴミ以下ですよ。どうなろうが私の知ったことではありません。おっと、長話が過ぎましたか。元幹事長、ぜひ長生きしてくださいよ。私は心からそう思っているんですから。綺麗に再開発された偉人町が完成した暁にはその目で見ていただきたいので、そしてその時の元幹事長の顔を私もこの目で見たいので。
ここが春日君たちのアジト？なあ、遠慮することはねえ。くつろいでくれ。ああ、まあくつろげる感じでもないけど。私は特段の文句はありませんね。手狭なことを除けば、どいつもこいつも随分上から目線だな。勝手に転がり込んできた分際で。勝手だなんて。ちゃんと難波さんの許可をいただきましたよ。半順儀から止めてくれなんて頼まれたら、俺の立場的にも断れねえだろ。まあコミジュルが燃えちゃったわけだしね。他の仲間はどうしてるの？現在監視システムの復旧に努めていますが、完全復旧にはまだ時間がかかるでしょう。家が焼けた半順儀はともかく、蝶までここに引っ越してくることはねえだろう。引退した俺がいつまでも景品飯店に住むわけにいかないでしょう。示しがつかないからね。だから俺も家なしなのよ。だからって揃いも揃ってうちに来るか？人が集まる場所には情報も集まります。ここを有意義に活用していきましょう。情報か。その後ブリーチジャパンの方は？あんだけ暴れまくったんだから警察も動いたんじゃねえのか？警察？春日君ニュース見てないの？そういやここんとこ見てねえな。コミジュルの一件でブリーチジャパンは偉人町、いや日本中で株を上げたよ。はあ？テレビも新聞も報道はこう。警察さえ手出しできない不法占拠集団コミジュル、そこに危険を顧みず突入した勇気あるブリーチジャパンってね。そんなの随分偏った言い方だな。それだけじゃありませんよ。ブリーチジャパンに抗ってコミジュルが火を放った。そしてその火災で代表の小笠原が死亡したと。小笠原が死んだ？どういうことだ。俺たちは火災の後に小笠原を拉致って尋問しただけだろ。そうよ、あいつ近江連合に助け出されてまんまと逃げたはずよ。ってことはまさか。そのまさかでしょうね。おそらく近江連合に殺されたのでしょう。正義のために殉死した、革命の英雄に仕立て上げられてね。革命の英雄？なんだそれ。小笠原は青木との関係をベラベラ喋った男。始末しなきゃいけなかったわけでしょ。でもただ始末されたんじゃない。コミジュルが炎上した件で負傷して死んじまったことにすれば、事件性も感じないから警察も病院も疑わない。しかもグレーゾーンの撤廃に立ち向かっている最中の悲劇的な死って演出のおまけ付きってこと。くっそ、敵ながらいちいち完璧な連中だぜ。どうしますか。今から警察に行って小笠原を拉致していたことを話してみますか。無駄だな。警察は真淵の息がかかった連中だらけだ。そんなことしたらどうせ別容疑で捕まるだけだ。全てはあの青木って男の手のひらで踊らされているってことなのね。完璧に若い。でも完璧って言ったってよ。ブリーチジャパンの連中がコミジュルに乗り込んだのも不法侵入じゃねえかよ。そこは結果論ってやつかな。確かに不法侵入だけど、今の世論の流れからそれを問題視する人はいないからね。警察も検挙しようがない。このままだとコミジュルもハンピン・リューマンも偉人町に居場所がなくなることは間違いありません。そして我々に味方し、かくまってくださっているあなた方も同様でしょう。大変差し出がましいようですが、もし皆さんに行く当てがあれば早々に相談された方がよろしいかと。いや、俺はここに残って連絡を待たなきゃいけねえ。連絡？荒川のおやっさんはそう遠くないうちにある博打を打ちます。その時には
人でも多くの味方が必要になります。一人でも多くの味方って。これ以上はまだ話せません。すいません。ミツ、また連絡させてもらいます。そうですか。しかしその荒川真澄は春日さんを撃った張本人なのでは。おやさんは殺すために撃ったんじゃなかったんだ。俺を生かすために撃ったんだよ。生かすために撃つとはどういうこと？まあその話は長くなるから今度酒でも飲みながらやろう。とりあえず張も加わったことだし、いろいろと準備をしようぜ。この先いつどうなるかわからねえだろ。金も道具も揃えといた方がいい。賛成。よう、さっちゃん。あ、一番。ちょうどよかった。ちょっと話聞いて。なんだよ。あ、もしかして菜の花の件か。そう。さっき勇気を出してあの子に電話したとこ、最近悪い男に捕まってないかって。それで、どうだったんだ。うん。ね。なるほどな。結局うまいことは伝えられなかったのか。なかなか言葉が見つからなくってさ。でもナノハは絶対にあの桂川って野郎から引き離した方がいいぜ。そもそも何年も疎遠だった私から今の彼氏と別れてっていうのが唐突すぎだよね。実はずっとそばを嗅ぎ回ってたなんて言ったらもう電話にも出てもらえなくなりそうだし、何よりあの子がソープにいたことを私が知ってるとなったらすごく傷つくと思う。それだけは何があってもダメ。あの子にとって私は何も知ってちゃいけないの。だけどこのままじゃ桂川にしゃぶり尽くされちゃうし、気づいたらまたソープにいるなんてことも。ああ、どうしようどうしよう、私パニックになっちゃう。よし、こうなりゃ奥の手を使うか。え、解決策があるの？なあ、菜の葉に桂川よりいい男を紹介すんだよ。菜の葉がそっちに惚れれば桂川とは縁を切るだろ。無理よ、あの子は横れんぼするような子じゃないし、曲がりなりにも桂川に惚れてるんだから。いや、どんな男もかなわない。本物のイケメンがいりゃ菜の葉だって心が動くはずだ。そんなパーフェクトな男私の周りにいるわけないじゃない。よく探してみろよ、案外身近にいるって。どこによ？さっちゃんの目の前に。一番がパーフェクトな男？冗談は髪型だけにしてよ。そこまで笑うなよ。ごめんごめん。でもおかげでリラックスできたわ。ならよかった。それじゃあ今後どうするべきか今一度考えましょう。そうだね。どうしても菜の葉を説得できねえんなら、そうだ、桂川の方を説得すりゃいいんだ。あいつが二度と菜の葉に近づかないように。どうやってそういう風に仕向けるの？殴って脅して町から出て行かせる？それで諦める程度のやつならいいんだが、多分違う。この手の輩は簡単に金づるの女を手放しゃしない。下手すりゃ町を出て行くとき
菜の葉まで一緒に連れてっちまうかもな。そんなのダメに決まってるじゃん。だから桂川にきっぱり別れると知らせるのは直接菜の葉の口から出る言葉でだ。だからそれをどうやるの。ふん、らしくねえな、サッチャ。ここまで言ってもまだわからねえなんて。え、サッちゃんが菜の葉のふりして桂川に会えばいい。双子の強みを生かすなら今だぜ。で、菜の葉として桂川にこう言ってやるんだ。もう二度と私に近づくなってさ。その後俺がきっちりお灸据えて一丁上がりだ。奴には偉人町を出て行ってもらう。なるほど、それなら確かに行けるかもね。どうだい、桂川の居場所が分かりゃすぐにでもやれるぜ。調べられるか。大丈夫、うちの店の子たちに言えばすぐ調べてくれると思う。ならそいつを待って突撃と行こうぜ。そん時はもちろん俺も一緒だ。声かけてくれ。今日は冴えてたね、一番。じゃあ早速調べてもらうように電話してくる。手間のかかる姉妹だぜ、マジで。でもこれでケリがつきそうだな。ハン純義、一人で飲んでんなら付き合うぜ。そうですか。まあ特に断る理由はありません。どうぞ。そういえば春日さん、一応お耳に入れておきたいことがあります。ん？なんだよ。コミジュルの者から連絡がありましたね。どうも私のことを嗅ぎ回っている人間がいます。どこからか偉人町に半純義がいると聞きつけてきたようで。それってどういうことなんだ。まだ詳しい情報はありません。今はただ不審な者がいるとしか言えない段階です。とはいえ彼らが私に敵意を持ってこの町へ来たんだとしたら、春日さんたちも私のそばにいることで何かしら巻き添えになってしまうかもしれない。自分の身が危ないかもしれねえって時に俺らのことまで気遣ってくれてありがとな。礼には及びません。謝らなければいけないのは厄介事を呼び込んだこちらですから。気にするなって。それが本当に厄介事かどうかはまだわからねえしな。優しい男ですね。あんたの予想じゃその不審者は何者なんだい。確たる根拠はありませんが、人言派の残党である可能性が高いですね。人言派？じゃああんたのお仲間だった連中かよ。どうでしょう、彼らにしてみれば死んだはずのボスを影武者の私が語っているのです。それを許せないと考えたのかもしれません。その場合彼らの目的は私への制裁です。制裁って？私を殺そうとしている可能性もある。ならよ、もう反純義じゃないって素直に影武者辞めりゃ済むんじゃねえか。かもしれませんね。だいたいいつまでも別人で居続けんのってどうなんだよ。人間ありのままが一番ってもんだろ。もう名前も顔も元のやつに戻しちゃえよ。名前はともかく顔はそう簡単にコロコロ戻せませんよ。それに不審者の侵入はまだ詳しい情報待ちです。慌ててアクションを起こさずとも大丈夫でしょう。あんたがそう言うならそれでもいいけど、油断してたとこを襲われてやっぱ備えときゃよかったとなりゃ
恥ずかしいよな。なるほど、肝に銘じておきましょう。だが、すました顔しやがって。少しは人の話も聞いたってよかねえか。そんなに褒めないでください。照れますよ。褒めてねえって。飲んでるか、ナンバー。おお、一番。ちょうどよかった。お前に話があるんだ。なんだよ、かしこまっちゃって。ちゃんと謝りたくてな。お前に嘘をついてたこと。偽札を追ってた件か。ああ、すまなかったな。いいってことよ。弟さんも無事に解放されたし、終わりよければ全てよしで。ただ少し気になるのは、どこまでが本当の話かってことだい。例えばお前が看護師だったってことは。そいつは正真正銘本当だ。じゃなきゃお前の傷の手当てなんかできやしないぜ。そうだよな。なら病院の薬を盗んで横流ししてたってことだ。それがバレて看護師免許を剥奪されたって言ってたよな。それに関しちゃ、まあ本当でも嘘でもあるな。どういうことだ。この話をするのはお前が初めてだ。ちょいと長い話になるが構わねえか。ああ、話してくれ。俺は小学生の時にナイチンゲールの伝記を読んで看護師になろうと決めたんだ。彼女のように人の役に立てたらどんなに素晴らしいだろうと思ってな。だが実際看護師になってみると、夜勤は眠いし、患者のわがままには振り回されるし、しんどいのなんのって。次第に俺は仕事の手を抜くことばかり考えてな。ナースコールが聞こえないふりをしたり、サボって昼寝できる場所を探したり、すっかり初心を忘れて40手前になった頃だ。新人の看護師で水江って子が病院にやってきた。彼女は自己紹介でナイチンゲールに憧れてと言っててな。難波と同じだな。きっかけは同じでも俺とはまるで違ったよ。水江ちゃんはどんな患者の声にも真剣に耳を傾けて一切手を抜かねえ。その上いつも笑顔でさ、まるで天使みてえな子だったよ。惚れたのか。バカ言え。向こうは23歳の花盛りで、こっちは40目前のおっさんだぞ。問題ねえって。ナンバーは見た目よりずっと若く見えるしよ。嘘か。おお、20代前半、いや10代に見えてもおかしくねえ。嘘つくんじゃねえよ。すまねえ。まあ冗談でもちょっと嬉しかったけどな。でその水江ちゃんと何かあったのか。うん、それでよ、水江ちゃんを見てると俺にも看護師を志した頃の熱い気持ちが蘇ってきてな。今一度真面目に仕事に向き合おうと思ったんだ。そいつはいい兆候じゃねえか。だけどこっちはもう中年だろ。体力がかなわねえ。ある晩夜勤に入ってると猛烈に眠たくなってな、こっそり仮眠を取ろうとして病院の裏庭で横になったんだ。すると背後で物音が聞こえた。振り返るとそこには倉庫があってな、病院で使う薬を保管している倉庫だ。
そこから水江ちゃんが出てきたんだよ。薬の補充か。ナンバーはサボってんのに水江ちゃんは真面目だな。いや、俺たちの病院じゃ薬の補充は薬剤師しかできない決まりになってるんだ。俺や水江ちゃんは看護師だ。倉庫に入ることはねえ。だったらなんで水江ちゃんは倉庫から。あの頃病院内には妙な噂が流れていてな。妙な噂。倉庫に保管してる薬の数がリストと合わないんだ、まあ、そこで誰かが薬を盗んで闇で横流ししてるんじゃないのかってな。まさか水江ちゃんが。ああ、倉庫から出てきた水江ちゃんの手にはしっかりと薬の箱が握られていたんだ。なんで水江ちゃんが薬の横流しなんて。話には聞いていたが、水江ちゃんの親御さんには借金があったらしくてな。彼女は給料のほとんどを渡して返済を手助けしてたんだ。だけど借金の額は一看護師の給料じゃ返しきれないほど莫大だったんだろう。じゃあ彼女は返済を助けるために薬の横流しを。ああ、俺は水江ちゃんが薬を盗み出すところを目撃しちまったってわけさ。だが水江ちゃんの方は俺が見てたことに気づいていなかった。こんな時一番ならどうする。水江ちゃんを追いかけて捕まえるってのが正しいんだろうけど、彼女は望んで犯罪に手を染めるような子じゃないんだろう。ああ、親御さんのためにやむを得ずやっちまったに違いねえ。それに薬の横流しは犯罪には変わりねえが、誰かを痛めつけるような罪じゃないしよ。横流しが発覚して彼女が病院をクビになれや、借金返済は一層遠のく。それを考えるとどうするべきなのか悩んじまうよな。お前も俺と同じタイプで嬉しいよ。結局俺はどうすることもできずに黙って彼女の後ろ姿を見送っちまったんだ。この世にたった一人だけ許される犯罪者がいるとすれば水江ちゃんに違いない。そう信じて何も見なかったことにしたんだ。その後水江ちゃんは。倉庫で水江ちゃんを見てから少し経った頃だ、院長が薬の一件に関して警察に盗難届を出すと言い出したんだ。それまで警察には届けてなかったのか。ああ、病院のメンツに関わることだからなるべく内々で解決したかったんだろう。だが一向に犯人が見つからないことにしびれを切らして、ついに警察へってわけさ。警察の捜査が入るとなると水江ちゃんは犯人だとバレるのも時間の問題だ。逮捕されれば前科もつくし、新聞に名前も出る。まだ若い彼女にとってそいつはあまりに一刻だと思わねえか。それに比べて俺はどうだ、中年の独身男、どんなに心を入れ替えても今さらナイチンゲールのようにはなれねえ。こんな俺が残るより彼女が残った方が医療業界のためになる。そう思わねえか。もしかしてナンバー、お前。ああ、俺が名乗り出たよ。薬を盗んで転売してたのは俺ですって言ってな。それでナンバーは看護師免許を剥奪。ああ、当然病院もクビだ。そこまでして水江ちゃんのことを。その後彼女からは何かなかったのか。電話とか手紙とか。特にねえよ。俺が住んでた独身寮もクビになった日に追い出されちまったしな。後悔はしてねえのか。それからほどなくして弟の失踪事件が起きたんだ。仮にクビになってなくても自分から辞めてたさ。後悔なんてしてねえよ。強いて言えば水江ちゃんが
海外に旅立つ際には見送りに行きたかったけどな。海外に旅立つ？うん。水江ちゃんは医療の発展しない途上国に渡って一人でも多くの命を救いたいって夢があったんだ。まさにナイチンゲールだな。うちの病院は海外派遣制度っていうのがあってな、3年以上働いた看護師が利用できる。水江ちゃんは今年で3年目、きっと制度を利用して渡航するはずだ。それなら見送りくらい行ったっていいじゃねえか。無理だよ。いつ経つのか日にちもわからねえ。看護師時代の同僚に聞けば渡航の日にちを教えてくれるだろう。バカ言え。俺は薬の横流し犯のレッテルが貼られてんだぞ。今さら同僚に連絡できるかよ。ちょっと二人さん、深刻な顔しちゃって何の話してるのよ。どうさっちゃん、だいぶ飲んでるみてえだな。まあね。それより教えなさいよ、何の話してたのよ。難波のホームレス体験記ってのが壮絶でな。ホームレス体験記？なんせ家がねえから便所がねえわけだよ。腹壊して下痢なんかした日には。汚い話ね。もう少し色気のある話でもしてるかと思ったのに。本当に男っていくつになってもバカなんだから。気回してくれてありがとな。いや、いいってことよ。まあいつか最後にも打ち明けるよ。ただしあいつが酔っ払ってねえ時にな。間違いねえ。